はい。工房説の長田です。くさびと書いて、説と呼びます。今回は新宿の古典の方ですね。そちらの方に持っていくコンプロット類を少し紹介したいと思います。まだ内装の方ができておりませんが、外の側の方ですね。オイル塗り等が終わりましたので、内装を出す前に紹介していきたいと思います。まずはコンプロット竜へ。 日本用の黒柿の方ですね。まあ、ちょっと奥邪目だったんですけど、まあ、島と流れていくところです。こんな感じですね。小口。まあ、2本。2個あります。それと、これと全く同じところで、まあ、この木の一番いいところを10本用にしました。 こんな感じです、まあ、小口を見るとこんな感じですね。1あ,あ、個用が2個取れましたのでなんとかなったなという、まあ、めちゃくちゃ高い木でしたので、まあ一応内装の方は中緑でやろうかなと思っております。そして別の木なんですけど、 コンプロックワトロミニの方ですね4本用の短い方ですが2つできております表面はすごくいいなかなかいいくじ木目が出たのかなという感じです口がこんなんですね まあちょっとやっぱ裏になると少し抜けたりするんですけどまあこんだ表に入ってくれればまあ本当に御の字ですねまあ本当に昔は100%クジャク目できたんですけどまあ本当今はこんなものがもう限界っていう感じですねまた100%目が入っているもの出てこればいいんですけどまあちょっと商品になってお売りできないぐらいの 金額にありそうなんで怖いですけども、でもそういうのが出てくることを願うばかりです。そして、4本用のロングですね。こいつは似てるんですけど、シャムガキですね。そして、ハワイアンコアが2個、追加になります。そして、この2つが、ここからこうミニ、クワトロミニですね。これが2個あります。 えっと、サペリーの木ですね。まあ、ちょっと前に、昨年ですね。昨年、秋のイベントには、こいつのペンを作ってい,いきましたが、それの面で取ったものですね。やっぱりサペリーは面ですよね。まあ、2本用はちょっと出したんですけども、4本用もできておりますので、よければお願いします。そして、この2個が、 ギルテッドメープル。木が右と左でね、違います。まあ、両方ともカナダの方から来てるとは思うんですけども、木の具合が全然違いますね。本当に色も違うので、もう木が違うというのは分かると思います。まあ、どっちかというとこっちの方がギルテッドっぽいっていう感じですよね。こっちは、すごい木が伸びてる。 どっちかというと縮みに近いようなキルデットですよね。まあ、こんな感じで2個できました。で、あとはマカーリンですね。こんな感じ。キルテットいいですよね、やっぱキルデット。そして、10の方ですね、まあ。オールナットが1個。そして、ハワイアン コアのこのクラスの銃です。右の方がいい感じですかね。ちょっとこの辺、ちょっと弱くなってますね。あでも、久々にできました。何年ぶりでしょう ?4 年ぶり ?5 年ぶりこれですかね。このクラスで10が本当に取れない。基本的には楽器用にハワイアンコアで 製材されちゃうのでなかなかこの厚みがないんですよね。まあ、ちらっとこの間お話ブロック出たんですけど2枚そうですね楽器用に板になるんですけどそれを2枚絶対に上下で買わなくちゃこれ買っていけないってことですよね。まあ、それをなかなか買えないので久々に買うことができて。 まあ本当に生剤の時からもう5年ぐらい前ですね。この時に買って乾かしてやっとできたという2個です。あとね、磨けてないのが2個ありますので、まあ、計4個できております。まあ、内装できるのはちょっと慌ててやりましたので、2個のみになります。結構高いです。また個人的に欲しい方、メールいただければお答えします。 めちゃくちゃ高いです。そしてまああとは花りですね。まあ、こんな感じ。まあ、ざっくりお値段。あと、辺でやっぱり9万円いただきます。この辺で7万円。まあ、サペリはね、こんだけ木出てもあんまり高い材料ではないので。まあ、スタンダードで出してたんですけど、ちょっと。 コンプロットの方は1万円スイングじゃなくて1つ高いグレードになります。まあハワイアンコアもこいつらも9万円。まあ木ね、ぼちぼち出てるんですよ。でもペンにするとね、ダメなレベルなんですよね。面で見てね、初めて面白い感じの木。まあハワイアンコアってこういうのがわりかし多いです。 まあこれで7万5000ですね。まあこの辺は12万。2日確か9万かな。ちょっと傷が多いやつですね。あ、9万5000か。失礼しした。っていう感じです。ではでは、でもやっぱり今回は黒柿きですよね。久々にできました。まあハワイアンコアもそうですけど。 黒柿のこんなけら目の10が2個もできたという、でもね、このクラスでできたっていうのは良かった。なんとかなりました。まあ、割れとかがすごい心配だったんですけど、本当になんとかなって良かったなという感じです。ではでは、新宿の個展、こちら内装をちゃんと仕上げて持っていきますので、また よろしくお願いいたします。